ちょっと今日も出かけてるんで、めちゃくちゃ疲れてるんですよね、最近。なので、ちょっとまたご飯食べます。なんかラーメン食べたいほどになってしまったので、ラーメン花月、嵐で。ラーメン食べて帰ります。すいません、また自炊しないで。申し訳ないです。ジュース健康ラーメンです。これちょっと行きたいと思います。うまそう。ちょっとラーメン食べてくれました。今小池さん会見やってますけど大丈夫ですかね。なんか喉がゲホゲホやりながらやってますけど、 PCR 検査した方がいいんじゃないですかね、小池さんもね。まあ、ちょっとね、ここ最近ね、すいません、いろいろコメント返せてないんですよ、3日ぐらい。ちょっとね、いつも本当は僕のルーティンとしては午前中にコメント返すんですけど、バーッと読んでね、一通り前の日に上げたやつを次の日の午前中に返信してから、そっから動画撮ったりして返信に入るっていう感じの日常なんですけど、ここ3日間ぐらい午前中用事が入っちゃってるんですよ。なのでまあ見てはいるんですけど、ちょっと返す時間がなくて、すいません、ほんとすいません。落ち着いたら返します。まあ多分この土日ぐらいからはね、ちょっと午前中動くってことがなくなるので、いけるかななんて思ってるんですけど、なので見てはいるので、ぜひコメントはください。あとだからね、ご飯もね、なかなかね、作れないんですよ。まあでもね、まあ、飲食ね、こう、不況な時って言ってるのが少しでも貢献、ちょっとたまには貢献して、外で食べるっていうのもありかなとは思ったりもしてます。毎日ですね、これね。これ結構ひどいやつですよ。言っときますけど、ボス恋、主演。上白石萌音に心ない声、アンチ紛失も、高視聴率キープだそうです。お前ボス恋をベースで、ボス恋ね、2話が放送された、合わせて視聴率も発表され、好調な滑り出しと。悲しいことに主演の女優、上白石萌音をめぐった討論が巻き起こっている。一部の視聴者から萌音に対して、ボス恋ではなく、ブス恋。ひどいですね。演技が上手ければブスでもいいのだけど、演技が上手くないんだよ。演技めちゃくちゃ上手いですけど、何言ってんですかね。勘違いひねくれブスは救いようがないということを教えてくれるドラマ。勘違い明るいブスになろうと思う。まあ、お前はブスだろうなって感じですけどね。あんたは勘違いブスでしょって。モネちゃんは役ですから、あれ。見るのも辛いブスを我慢しないと、美しい玉ちゃんを拝めないなんて、ある意味、君と世界が終わる日によりハードなドラマなんじゃないか。あ、なるほど。この人は玉森ファンなのね。こう言ってるやつはね。ブスとイケメンのラブストーリーが見たいのはブスだけだと思う。そういうお前が見てるってことはお前ブスだって話だよねって話ですよね。いやまあでもそもそも可愛い子はあまりそのこと気にしないですからね。まあ言ってる人ってのはブスなんでしょう。などと、上白石に対して心ない誹謗中傷の声が上がっていると。ただ心ない声は上白石萌音に対するひがみだっていうことです。一方で真っ当な人たちはアンチ軍団の意見に猛反発。ネット上では萌音ちゃんのことブスとか言う人マジ自分の顔にどんだけ自信がある。まあまあそうですよね。自分の自信顔に自信ない人が言ってるんでしょうかね。それか本当に勘違いでブスなのに自分だけは可愛いと、まあね、まあ何十年間ね、30年40年間見慣れてたらね、鏡でその顔しか見てないんだったら人って見慣れますから自分のブスを気づかなくなってんでしょうね。男だか女だか知らないけど、ね、妬みひがみの塊だね。いや、男は言わないと思いますよ、基本的に。別に男は、あまりそういうところに興味ないようですもんね。そんなに文句があるなら自分が共演したらいいじゃん。まあ、土星論すぎますよ。自分共演できないですからね。まあね、共演できないから悲願でるわけですよ。ボス恋って検索したら関連でブスって出てきたけど、それを呟いてる人、どんだけ自分の容姿に自信がある。自信があるんですかね、言ってる人ね。まあ、自信がないというか、それはそれなんだろうなと思うんですね。自分、多分、
多分ね、それ言ってるやつ本人見たら、ほんとね、引くぐらいブスだと思います、僕は。うん。笑えるレベルでなく、引くほどブスだと思います。あ、ひがみ、妬み、書き込み、多いと。何を想像してんだろう、気分悪い。まあまあ、気分は悪いですよね。何を妄想してんですかね、と思いますけどね。まあ、本人自体があれじゃないですか、タマモール君に抱かれることを想像してるから、ひがんじゃうんでしょって話ですよね。まあ、抱かれるはずはないっていうのにね、ほんとね。などの、援護の声が上がっていたと。上白石アンチが湧いた同作ですが、第2話の世帯平均視聴率は 11.3% と記録していた。初回も 11.4% 好調だったので、賛否あると結果的に、結果には繋がっている。まあまあそうですよ。ね、だいたい一発目良くて、トンと落ちるのが、まあ、多いですけど、火曜10時枠はね、まあ人気ありますからね。上白石にはアンチに負けず、これからも堂々たる演技を見せつけてほしいだそうです。まあまあ、僕の動画見てる人の、ほとんどはモネちゃんを応援してるんでしょうからね。僕も応援しますよ。それ以上に、そもそもボスコレは面白い。ボスコレもモネちゃんもいいんですけど、とにかく本が面白いです。ドラマとして面白いので見ます、僕は。ということです。ではでは。